はい、どうもセイディです。 MJ やっていきましょう。今回も昨日に引き続き割れ目ギャンブル卓をねやっていこうと思います。で、昨日はね、あのトンパツから割れ目の人が3倍マン直撃して4万8000点払ってトンパツからぶっ飛ぶっていうね大事故が起きたんで、今日はぜひ僕がその事故を起こせるようにね頑張りたいね。では行きますか。で、昨日ねちょこちょこ夜中にやってるんですけど、まあ昨日というか定期的にこれやってるんですけど、で MJ チップが結構増えてきましたね。昨日も、2回だけやったんですけど、トップ取って1回は、2着かな。で、もう1回はトップ取って、2000か3000ぐらい増えたんで、まあその調子でねこの割れ目ギャンブル卓で稼いでいきたいですね。では行きますか。ちょっとねアバターも変えてみましたよ。じいちゃんからちょっと渋いおっさんに変えました。髪がね、髪が 銀髪から、七三分けの黒髪に変えたんで、ちょっと気合い入れてやっていきますかね。まあ MJ やっぱね、アバターとかあるから面白いよね。いろいろそういうとこでこう設定できるんで、まあそれもね、一個楽しみ方の一つとして、それでね、課金しようかなとかも思ってるんですよ。なんか背景とか欲しいからね。お、減給奪い合になった。いいね。減給やし、数字弾がいない。王者と風神。よし、これはやりがいがあるぞ。宅の背景もね、かやもりさんにしましたよ。僕、かやもりさん好きなんでね、この背景にしてちょっと気合を入れて、いきますか。うわ、レーティング高っ。風神の人2100ある。マジか。2100はもう完全な実力者ですよね。これはちょっと、舐めたプレイすると負けるな。ちゃんとやろう。割れ目は、なんちゃの人。名もなき冒険者。僕、親か。親なんでね、ぜひ上がりたいけど、お、カンパーソー入った。あ、イーシャンテンやね、一応。カンサンソー、カンリャンピンか。トンか。これね、リャンピン欲しいな、やっぱり。リャンピンから入ってくれたらめっちゃ楽なんですけどね。まあ、でももし酸素入ってもリーチ行くけどね、これは。スーピン残します。やっぱ、スーピンの目もあるから。ここも目いっぱい受けて。いいピンか。E ピン来るとややこしい。いや、E ピンは切れます。E ピンは切っとこう。いやー、白。おい。結構あれやね。トーンでも止まったし、白でも止まったし、暗黒の可能性もあるよ。いや、これ入らんかな。リャンピンも切られたわ。リャンソーな。リャンピンが薄いからね、もう。こういこうか。リャンピンがもう薄いんで、あと1枚しかないでしょ。ちょっとリャンソーを残して、あ、テンパイしてる。トンかな、トンバックかな、やっぱり。白もバックや。3ワンできてるやん。マジか。うおー。やるなー、これは。ダマで3ワンのマンガン張ってましたね。しかも割れ目やから多分、闇でいったんでしょうね。まあ、数ワン射点っていうのもあるけど、手堅くこの割れ目で直撃していくっていうねところですよね。やっぱトンと白止まってたからちょっと勘ぐってたんですけどね。今のは、お見事やな。しかしいい手入ってますね。トンと白暗黒で3安できてるってだいぶ手がいいけど。お、青2枚切ってますね。あれはもうやってもうたと思ってるでしょうね、青2枚は。これね、タンヤオーに行きたいかな、どっちかというと。チートイツもリャンシャンテンやけど、タンヤオーでサクッと上がりたい感じもあるけど。うわー、おやりや。これ何切んの？うわー、参ったな、これ何切る？参った。パーピン行こか。参ったな、危ない。パーピン通ったけど、パーピンも危ないけどね、言うて。まあ、チーピン切ってるから、まあ、そこはもう入ったんかなと思って。おー、リャンソー通った。これ厳しいな、しかし。想像全部行きにくいけど。リャンピンぐらいしかないか、行くとしたら。うわ、厳しい。あー、チャスト通った。リャンソーも通ってるね。うーわ、親割れはきついな。割れ目ではないんか。親だけど割れ目ではないですよね。シャアは1枚見え。イーマンも1枚見え。まあ、イーマン、あれか、ドライフォーやな。アシャー出てきた。厳しい。積もるなよ。
積もるなよ。ここまで来てもう積もとかやめてね。うん、一応いいシャンテン、あ、テンパイした。え、数層これ筋で数ピンいきますか。いいピンチーピンの筋で、うん、数層短期でテンパイはしてるけど、ね、数層当たるんちゃうか。むしろいい数層ちゃうの、これ。いい数層ちゃう、ほら、いい数層でしょ。のべたんのいい数層、いい数層ってめっちゃ噛んでる。ドンピシャで止めたね、数層。いい数層な気もしましたよ、これは。のべたんとは思わんかったけど、まあいい数層ドンピシャで止めたんで、よし、これはいい感じかな。あー、止めたけど、ハイはそんなに良くない。まあでも上がり阻止しただけでも十分ですよね、親やったし。そしたらここは、毛は、ポン。あー、親割れやな、と、トイメン。やばいな、マジで。うわー、やってもた。がー、青まで持っとる。うわ、ペイも恨めったし。やばいな、これ。やばいやばい。チャッソ、切っとこうかな。遅いかな。いけたいけた。ロン、あーですよね。もうテンパイしてるよね。トントン、青、ドライチ、マンガンの2万4000点か。でかいなー。でかいよ、それは。一気に逆転したもんね、今。しかもこれ争奪なんでね、やっぱこのトイメンの風神の人が点数取っていくとやばいんですよね。いや、親割れ怖すぎやろ。また親割れや。また親割れ。サクッと上がりたいな、ここは。まあでも割れ目カップおもろいね、やっぱり。このひりつく感じがね。うわ、リーチ。ちょっと待って、親割れリーチやで。やば。困ったな。困りましたね。この手で、しかも、この手で勝てる気もしないしな。チュン落とそう。嘘。おー、びっくりするわ。チュンはあれか、王者の人か。これ。うん、ですよね。いやー、しかし、困った。ウーピン通るんか、よし。困ったね。パーソンも通ってる。まあパーソン行こう。ローソー通った。ローソー通ったらだいぶ楽っすね。トンが統一になったけど、これね、でも白がもうやっぱしょ、あ、白、出てきたわ。白が出てきました。これでちょっとは形になってきましたね。ローソー通った。これで3層通せれば、カンローピンでテンパイできるけど、トン泣いてカンローピンでテンパイはできる。けど、この3層、まあ、数層のワンチャンスで、いけんこともないけどね、まあ、ピンズやと思うんですけど、リャンピンは通してんの？リャンピン通してるか。ピンズやとは思うんですけど、シャンポンの可能性もあるし、ペン3層の可能性も全然あるしな。これ3層来ちゃったよ。3層来ちゃったよ。無理やな。やめときます。全然ペン3層の可能性もあるから。あ、シャンポンね。リャン層と数ピン。うん。トーンは、王者の人かな。多分。まあ今のは、無理やったね。どっちにしても。来た、親割れ。来ましたよ、親割れ。うわー、これあかんって、手が弱いわー。親割れでこの手はあかんなー。テンパイは、ちょっと早そうかな、でも。どうしても、おぉ、嘘か。どうしても、もうこれテンパイしたいね、早めに。嘘来たらね、こっち落とそう。3ピン欲しい、とにかく。3ピン。おぉ、マジか、奇跡。奇跡の3ピン引き。イースーチャスト、引け。あー、リーチ入ったー。もう先生来られたわ。マジっすか。この親割れで上がりたい。うわー、マジで。テンパイしてくれ。いいそそ引け。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ、そのリーチ。ローソ行くか。うわー、あかん。やった。マジかー。リーチペイ、ドライチ、そこまでにして。やめて。よし。
ゴンニーかな、ゴンニーの、1400点だね。いやー、しかしこれでかいわ。ゴンニーで1400点で罪もあったから6000点取られたな。いや、今の老僧以外あったかな。うーん、まあ、トイメンに対しての現物で老僧はで結局、まあ、僕が上がりに行くとしたら、老僧も不要になってくるんで、まあ、それも考えて、まあ、勝負した手でもあったんですけどね。まあ、老僧当たるならしゃあないかなっていう感じもするけどね、今のは。まあ、点がでも思ったよりやすくてよかった。しかし、上がられへんな。一回も上がってないよね、今回。僕ね。一回も上がってないんで、この辺りでマジで上がらないと。よし、テンパイ。サブローピン。いけ。さあ、リーチ、ドライチですが、暗号が2つあるんで、これ50、おー、切った缶。いいね。この缶、素晴らしい。いいよ。これでもう60歩あるから。1個乗れば満貫っすね。まあ、ドラ1個ぐらい乗るでしょ、3枚あったら。積もりたいな、だから、ここは。積もりたいとこやけど。サブローピンね。うおー、ウーピン。サブローピン積もれー。缶もしてるし、自らドラを乗せに行きたいけどね。サブローピン積もってくれー。出上がり難しそうやな。もうウーピンで積もれてる。3案やし。ウーピンで3案積もれてる。あー、厳しいかな。これ積もらない。おっと、パーピン来た。これ積もらないと、もう、この曲勝ち目ないよね。完全に降りてるしな。二人ともベタ降りなんで。いやー、ないの、サブローピン。マジっすか。積もってくれ、吐いて。吐いてない。もう、厳しすぎるやろ、これ。こんだけ回されたら厳しいな。今のは上がりたかった、オーラス。やばいやばいやばい。やばい、おし、白トイツ。割れ目は、下茶ね。白シャア、ドラさん、うん、ハネマンは行きたいな。ウーピン切ろう。なんとか引っ張ってきたらね、完璧ですけどね。なん、ローピンか。もうこれはちょっと本一に寄せていく感じでしようかな。いや、もう3ピン行ったれ、切ったれ。もう本一に行きます。トップも狙いたいんで、もちろん。頼むで。うわー、おやり入った。でも行くしかない。もう行くしかない。白も入ったし。行くしかないよ、こんなもん。真っ向勝負や。あかんって、それ打ったら。え、ちょっと待って。リーピン、あ、ピン4ない。うわー、これもう点数もしょぼいし。乗れ、よし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 。それなら、僕が2着やね、これは。さすがに。これ、割れ目怖すぎやろ。やばいやろ。何点やねん、それ。3万6000点って。うわー、でも、あれやな、結局弾取られましたね。減給取られたけど、まあ、でもこれはもう仕方ない。勝負した結果なんで。まあそれなんで、まあこれはしゃあないかなっていうね。いや、強かったな。しかし今のこの王者の人もオーラスだから勝負かけたんでしょうね。あれはもう勝負いった上での振り込みやと思うんで、まあ気持ちいいですよね、ああいう飛び方も。しかしチップがマイナス、620か。まあ点数もですけど、やっぱ減給取られるみたいね。これで減給が1個なくなるんで、取られましたね。まあしゃあないかな、これは。前のズルズル何もせず負ける試合より全然いいですね。気持ちいい負け方なんで。うん、まあまあまあ、いい感じかな、自分の中ではね。まあまあ、こんな感じで、割れ目カップもね、やっていきますんで、結構この今回の割れ目強化的にやっていこうかなとも思ってるんで、またね、動画出すんで、よかったら見てください。では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。